聖老町は、新潟県北神原郡の町である。新潟市への通勤率は24.7%、柴田市への通勤率は21.8%。大道元年に僧侶がやってきて、この地の山にこもったことから、時の人々が、高徳の僧のこもった山だとして、そこを、聖老山と名付けたのが由来とされる。蓮形神殿は合併せず独立に、蓮形村に解消。 2010年代に入ってからも上昇、または横ばいとなっており、県内市町村の中では上位の増加率を誇る、2002年11月、市町村合併については当面は参加しない方針を取ることを表明している。東北電力東新潟火力発電所、昭和50年代頃までは農業を主としていたが、工業専用工として1969年に、 新型東港が開港して、以来同港の工業地帯に企業進出が進み、急速に工業化が進んだ。また、東北電力、東新潟火力発電所などの安定した収入源があり、地方交付税不交付団体となっている。平成30年度末時点で、新潟県内で不交付団体となっている、他自治体としては他に狩羽村が挙げられる。 サクランボが特産品となっているほか、ブドウ、梨、桃など数多くの果物が栽培されている。精密機械や食品加工などの大工場が多く、県内の町村としては最大の製造品出荷額を誇る。立地企業新進バイパス、ハスのインターチェンジ沿いに大規模店舗プラントが立地する。先週学校、中学校、小学校2004年。 新型東港内の札幌ビール所有地に J リーグアルビレックス新潟のクラブハウスと練習場、新潟ロースポーツセンターが整備されており、新潟市とともに同チームのホームタウンとして登録されている。ただし公式戦のホームゲームはすべて新潟市中央区の新潟スタジアムにて開催される。町内には高速道路、国道バイパス、幹線道路などが通っているが、 新潟柴田方面へ伸びており、町外へ出るには便利である。町内は公共交通機関が少ないが、道路が整備されているため、自家用車による移動が日常的である。また、町内には新潟県運転免許センターが立地する。町西側を貨物専用線の黒山駅分岐新型東港、専用線が通っているが、旅客鉄道は通っていない。 青老町中心部への最寄り駅は JR 白新線の佐々木駅となる。2008年4月1日以降、新潟県内では離島の新市村以外で唯一旅客駅のない自治体である柴田青老町のバス路線図、黄緑色の大部分と青色のごく一部が町域に該当する。時刻表は新潟交通観光バス、柴田エリアを参照。この他に、 西楼エコミニバスが運行される。新潟交通観光バスによって、柴田市中心部から県道203号を通って、町中心部、そして次第、浜方面へ至る路線が運行されている。また、佐々木駅、町役場を中心に、町内全域を巡回する、町営バスが運行されている。これは2002年秋に、町が直営で運行を開始し、2013年から、 新潟交通観光バスへ委託しているものである。セロー芝田インターチェンジ高速道路一般国道、新潟東港このほか、観光の応援が多くある。注車区出店、ありがとうございます。